今日もタイトルコールいきます。大乱闘スマッシュバラーズ。コイキングだ。コイキング、俺どこ、待って、コイキングの中にいる。あ、顔ちょっと出てきた。このステージコイキングだ。どうなってるの、なんで俺コイキングのさ体内にいるの、出れないんだけど。え、どうやって出んのこれ。こっちか、こっちだ。あ、出れた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 。ハリボテじゃん。見て、モノクマちゃん、ちゃんと文字でモノクマとも書いてある。ほら、モノモノ。邪魔だお前。邪魔だ邪魔だマリオ。ほら、モノクマ。なんかさ、ステージ作りってさ、また面白いステージ作るのもいいけどさ、こういうキャラクター作れるのいいよね。みんな、ここだけで何かわかる？わかりますか？どう？ちょっと見えてきた？近っ！めっちゃ近いんだけど。え、でもすごい！超大型巨人！進撃の巨人作れるんだ。しかもクオリティ高くない？これ。これに関してはめちゃくちゃクオリティ高いぞ。すごい。クジラですね。これかわいい。うまいね。ドット絵みたいな感じなのかな。クジラのさ、模様が布みたいになってて、すごいかわいらしい。これ、癒しだわ。こういうキーホルダー欲しい。カビゴン寝てるよ。多分さ、これ普通に遊べばさ、まあ、少しは山になってるけど、シンプルだから、とてもいいステージだと思うんだけど、カビゴンってだけでさ、ちょっと戦いづらさあるよね。跳ねる。なんかお腹だから跳ねたい感はあるよね。俺カビゴンのね、お腹の上でね、跳ねたかったんだよ。では最後、任天堂64。これはね、俺の子供の世代の時にやってたゲームなんだけど、まあ、大乱闘スマッシュブラザーズって任天堂64から出たんですよ。大乱闘に至って俺全然詳しくないんだけど、でも任天堂64に追加されてた初期キャラ何体だっけ、多分これみんなの方がわかる。12体ぐらい。まあ、ヨッシー、ファルコン、マリオ、ルイージとか、まあ、だからこれに至ってはみんなの方が詳しいと思うんだけど、任天堂64から大乱闘スマッシュブラザーズ始まったからな。まあ、幼稚園ぐらいの時に引っ越してきて、で、周り友達いないから、まあ、親に買ってもらったゲームでね、ずっとね、遊んでたんですけど、まあ、将来的にこんなになっちゃって、本当にゲームして生きていく男みたいになっちゃって、まあ、これが原点なのかもしれない。本当に、懐かしい。